リバースカーフレーズは、ウエイトトレーニングの種目の一つ。肩いの前側にある前傾骨筋の筋肥大を促し、筋力を高めることができる。皮膚筋やひらめ筋と合わせて鍛えるとふくらはぎの筋肉の力強いバネが生み出されるようになる。スミスマシンリバースカーフレーズスミスマシン、リバースカーフレーズ段差やバーベルのプレートの端に、両足のかかとだけが乗るようにして立つ。 体を安定させるために固定された物体につかまるなどする。つま先を十分に下げ、前傾骨筋をストレッチさせる。息を吐きながら足首を曲げてつま先を上げていく。前傾骨筋が十分に収縮するのを感じ取ったら息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。段差やバーベルのプレートの端に両足のかかとだけが乗るようにして立つ。 首の後ろにスミスマシンのバーを担ぐ。つま先を十分に下げ、前傾骨筋をストレッチさせる。息を吐きながら、足首を曲げて、つま先を上げていく。前傾骨筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。段差やバーベルのプレートの端に、片足のかかとだけが乗るようにして立つ。 体を安定させるために固定された物体につかまるなどする。つま先を十分に下げ、前傾骨筋をストレッチさせる。息を吐きながら足首を曲げてつま先を上げていく。前傾骨筋が十分に収縮するのを感じ取ったら息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。反対の足も同様に行う。段差やバーベルのプレートの端に 片足のかかとだけが乗るようにして立つ。鍛える足と同じ側の手にダンベルを持つ。体を安定させるために固定された物体に捕まるなどする。つま先を十分に下げ、前傾骨筋をストレッチさせる。息を吐きながら足首を曲げて、つま先を上げていく。前傾骨筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から4を繰り返す。 反対の足も同様に行う。段差やバーベルのプレートの端に片足のかかとだけが乗るようにして立つ。首の後ろにスミスマシンのバーを担ぐ。つま先を十分に下げ、前傾骨筋をストレッチさせる。息を吐きながら足首を曲げてつま先を上げていく。前傾骨筋が十分に収縮するのを感じ取ったら息を吸いながら元の姿勢に戻る。 2から4を繰り返す。反対の足も同様に行う。ありがとうございます。